たっぷり食わせてもらうぜ。良き週末を。たっぷり食わせてもらうぜ。ちょっと様子がおかしい。気をつけて。こいつは困った。私の元で働いてみませんか。敵を倒して邪魔です。飯の時間だ。邪魔です。さあメインディッシュだ。こっちは命がかかってんだ。お前はどうだ。この程度で私の週末は訪れません。ダメだ。あなたたちには彼らと戦ってもらいましょう。追いかけましょう。
飯の上から離れてくれるなんてラッキー。ダメだ、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 ダメだ。さすがね。もうまた飯を探さなきゃな。ビスト、あなたも終末のことはわからないのですか。待たせてもらうぜ。さあメインディッシュだ。私がそんな攻撃を倒すのだ。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。私の計画を邪魔はさせない。バッファーガー。メダルいただきます。バッファーガー。バッファーガー。邪魔です。メダルいただきます。ないな、どれですか。
ライダーの諸君、君たちの精神力は私の予測をはるかに超えていた。ミスト、ライドその喋り方、ちょっと彼の体を変えるか。私の名はここに閉じ込めたこのカイジオムメモリーの創始者にして、この空間鳥籠の支配者だ。カイジオムメモリー、記憶の檻ってわけかな。檻から勝手に逃げ出されちゃ困るな。財団メディアに保全できないじゃないか。さあメインディッシュだ。君たちを捕まえるのに、君たちの名前はまことしやかに人々の声が聞かれたり、フレンド・オブ・ア・フレンド、いわゆる友達の友達と言った。私はこのシステムを使い、人々の記憶を聞いたんだ。友達から友達の友達、そのまた友達へ、ようやく君たちにたどり着いたんだ。わかるかい。だから君たちには影の中の たちを助けるのに見返りなんかいるか。たちが困ってたら助けて当然だ。俺もどうせ通りすがりの身だ。破壊者扱いにも慣れてるし、今さら英雄なんて呼ばれても調子が狂うだけだ。分かったろ。ここにはてめえの申し出を受けるやつなんて一人もいやしねえんだ。そうか、ならば仕方がない。飼い主の意に沿わない鳥を飼いならす方法を考えるとしよう。またいずれ迎えに行くよ、仮面ライダーの諸君。カナリアの取り戻した知識をもとに、この世界からの脱出への道を探る一行。その前に、コムの創始者であり、鳥籠の支配者でもあるカラスという男が立ちはだかる。鳥籠のシステムの中枢であるムネモシュネを破壊すれば、この世界から抜け出せるかもしれない。一行はそのカナリアの情報をもとに、ムネモシュネの位置を探るべくアクセスポイントへの侵入を試みる。